明けましておめでとうございます。また通販孫の井でございます。今日はですね、新しいちょっとチューナーを買いましたので、比較インプレをやってみたいな。今まで愛用してたのはコルグのこの AW2 という首振り型の非常に見やすいアングルのフレキシブルなタイプなんですけども、結構この首があるためにですね、ライブとかなんかやってると演奏中に落っこちてしまうということと、あといろいろピエゾマイクが入ってて、アコースティック系のチューニングもできたりするしたり、僕は441で A を合わせた、見えるかな、してるんですけども、ということですね。で、演奏中はこういう形でやってます。で、これがよく落ちちゃうんですね、このグリップの、でそれと演奏中にこうなっちゃうということがあります。で、ライトがバックライトがついてて非常に見やすいことは見やすいんですが、どんな感じかというと、大体こんな感じで合わせられます。で、昨日なんですけども、バンドのリハーサル練習をした時に、もう一人のギターやってるバンマスがいるんですが、チューナーを買いていって言うから言って一緒に買いました。同じくコルグの新製品なんですけども、こういう簡単な構造になってます。で、首は振らない代わりにこういうふうに偏差値はこうやって見るというタイプのものです。ヘルツ、標準ヘルツのですね、440、439、441といったような変更はできないんですけども、首がない分グリップ力が強いタイプになってます。これがいいかな。ちょっと癖がありますね、やっぱね、この光のあれにね。でも非常に昨日実は、初セッションで使ってみたんですけど、落ちそうにない、比較的安定したグリップ力とをあれしました、確認できました。値段はこっちの方が安いです。というわけで、チューナーのインプレをお届けしました。ではさようなら。